クリスタルシャワー、素敵情報番組、とっておきの話やここだけの話、知ってほしい素敵情報を配信中。クリスタルアイマンズの松&マサ、彼らから目が離せません。狼キリン、今日は福岡にミッチーナが参上しております。おやおや代わりにパトロールに参りました。よろしくどうぞでございます。はい、アイマン1号キャプテン松、ただいま参上しました。ビジネスの新たな形、モデルケースを作るために日々奮闘中でございます。現在瞑想中の皆様、あと一歩が踏み出せないあなた、大丈夫です。いい時もあって落ち込む時だって当然ありますよね、マサ君。はい、その通りです。で、キャプテンマサ、日々奮闘真っ最中です。ずっとずっとこの時代でいいじゃないか、ずっとなせばなるですよね。自分スタイル目指して大いに瞑想しましょう。あらま、すいません、すいません、今日福岡神が、はい、いらっしゃいませ。ごめんくださいませ。ごめんくださいませ。なんか新鮮、なんかもしかしてゲザリアに買い物に言った途中じゃないでしょうね、まさか、その格好は。大根とかネギとか持ってるんで。そうだったとしても言えない。控え室にネギが飛び出たところがあります。今日はね、久しぶりなんですよ、私2週目。そう。2週目参加させていただくのね。そうですね、それだし、なんかこの3人もしかして、この3人だけは初めて。3人だけは初めてですよ、1年半僕やって。ゆるい感じなんだね、カルスさん。ごめんね、ゆるい感じでこんな感じでね、前打ち合わせもなくね、ザーッと始まるね、メンバーが違ってもね。でもいつもね、私車で移動が多いから、はい、車に乗りながら聞いてるのよ、実はシャワーが、はい、ありがとうございます。本当にあのファンの一人としてね、今日生放送に参加させていただいたことができて光栄でございます。僕らがリハビリにお付き合いいただくことになりますけどね。そうですね、まあ、1時間ね、はい、まあ、僕らの最近これを楽しみだけに生きてますからね。そうなんだ、はい、よくでも噛んでてるわ、それが。マサさん、今日顔がね、日焼けが素晴らしくて、はい、そうなんですよ。なんでそんな顔だけ黒いんだって言って、はい、ゴルフじゃないですよ、うん、なんで黒いの。サッカーのコーチですね。コーチ氏のことでもサッカーやってたんだ。僕実は30年やってるんですよ、サッカー。今も一応チームが現役ですよ。本当、うん、そうだけど、うん、その子供のサッカーがまた大変で、自分の方に全然行けないんですよ。このゴールデンウィーク午前中次男、午後長男ですね。みんなずっと、あ、カーリバンコなんだ。はい、すごいね。大変です。それはもう焼けるわね。もう日中の仕事より早起きです、ね。やる気満々。やる気満々なんだね、こっちはね。そうそう、うん、いいね、うん、でも子供と一緒何かできるっていいじゃないですか。そうですね、今だけなんで、うん、まあね、あと次男が今2年生ですから、うん、5年ぐらいですか、とコーチのもね、うん、そうだし、うん、遊んでくれるのもね、うんうん、そうだしね、もうね、子供の方がさ、うん、上手くなってきてて、あ、そう、ついていけなくなるし、走るのも速くなるしね。こっちは置いていくばかりだから、うん、そうですよ、ね、体力はもうどんどん彼らは上がる一方で、こっちは落ちる一方ですからね。でも楽しみだわね。だってもうこの年だと試合出ると下手したら両足つるとかありますよね。立てなくて誰も助けてみたいなこともありましたからね。試合中そうか、でも気がついたらみんなそうだね、元ね、アスリート、アスリート、スポーツ系だね、はい、そうなんです、うん、そう、私もね、こんなチャラチャラしてるんですけどね、あの、オオカミのチャラチャラが映っちゃってるだけど昔はちゃんとアスリートしてたんですよね。まずパーテニスでしょ。そうですね、まあ今なってはね、マイクの前ではみんな同じですけれども、そう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 、みんなまな板のなんとかね。そうですね、さあさあ、もう今日はね、オオカミがいないこと、いいことに、あ、あんまり遊びすぎちゃいけません、ね、ね、大丈夫ですよ、オオカミね。なので、ちょっと心の旅に行っておりまして、はい、今ね、バラのお世話が大変だもうね、はい、この時期はね、大変なんですよ、うん、はい、そうですね、頼み事するんだったら今ですからね、うん、そうですね、あ、はい、よし、考えとこじゃあ今日はこの3人で、はい、スタートしてまいりましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。楽しみ方はいろいろ、リアルタイムならインターネットからユーストリームでも映像も楽しめます。クリスタルシャワー下町スピリット、合言葉はリンクしてシェアしてコラボレーション。はい、じゃあマサさんのコーナー入っていきます。マサさんのキッチン、かっ
これ言っていい生マサの基地だ生マサの基地どうしようドキドキする副キャプテンマサの基地普通コンプレックスからこだわりマニアックな世界まで行ったり来たりの人生もうすぐ41年です。更新しながら自分探しを気に取りさせていただいております。まだ見つかりませんよ自分が道長ね、マサの基地で、ね、すごい普段はラジオで聞いてるだけだから今日生マサの基地だからリアルファンだからね。リアルファンですか、ありがとうございます。さてさて今日はですね、こんな話をしようと思って、あと先日ちょっとしんみりした話なんですけど、世話になったおじさんがもう亡くなりましてですね、久しぶりにあのお通夜と葬式に出たんですけどね、そこでまあ改めて思ったんですけど、お坊さんって面白くないですか？いやすごい振りだね。すごい振りだね。お坊さんってね。お坊さん僕面白いなと思って、なんだこの生き物はというかですね。まあ、あのうちの母方の方の祖父母はですね、まあ檀家としてね、あの近くのお寺の檀家なんですけど、そこのお寺のですねお坊さんのクオリティがまあひどいんです。そんな話するの？そうなんです。それ大丈夫？多分大丈夫。大丈夫。まずあのおばあさんの方のお葬式の時にはですね、もうおばあさんの名前思いっきり間違えてますし、いや年齢も間違えてますね。ダメじゃん。ダメじゃん。で5年後おじいさんがあの亡くなった時にですね、あの朝一の法要に20分ぐらい遅刻してきましてですね、坊さんが来ねえみたいな親戚一同ですね、ざわついてですね、やっと来たと思ったらですね、前の法要が長引いちゃってと言うんですけど、朝8時半ですから、ね、全然嘘でしょみたいな。全然ダメじゃない。全然ダメじゃない。そして何よりですね、もう武将髭全開で、まあ、酒臭さを漂わせてきたのに、あれが全員二日酔いだなこいつみたいな。そんなお坊さんいるの？そうなんですよ。だから法要が終わって、あのうちのおばさんがちょっとお茶でもどうぞって言ったら、飲みもしないで逃げるように帰ってきたんですよ。一応分かってんだね。分かってる。言われてる立場とかはね。おじいさんの時もだからもうあれですよ、お経も間違ってるし、噛むは噛むはもう下が回ってないですよ、二日酔いで寝起きだからもう。すごいね。で、あの日本ってまあ仏教が色濃い国ですからね、あのお坊さんってなんか偉い人みたいな認識が強いと思うんですけど、僕の中ではもはやお笑い芸人と同じ、それさあのお宅のお坊さんだけの話かもしれない。世の中のお坊さんたちはね、ちょっとそれもね、物申したいでしょうね。例えばでもあれですよ、あのうちの嫁の方の親戚の法事の時もですね、まあ、それは大層こう徳が高そうな、別のお坊さん、別の嫁の方の実家ですね、愛知県の方のお坊さんはですね、なんか徳の高そうなお坊さんがありがたいこうお説法をですね話してくれたんですよ。内容はあの鬼ってなんで牛のような角が生えて、あの虎のパンツを履いてるかみたいな話なんですね。でそれはですね、あの鬼門ってありますよね、鬼の門、鬼門って東北の方なんですけど、それがあの東北って牛の国と虎の国なんで、なんで牛のような角が生えて虎のようなパンツを履いてるんですよ。でもこのなんか話も僕元ネタが一発で分かっちゃったんですけども、それがですね、あのテレビ東京のやりすぎ工事、やりすぎ都市伝説で、あの次長課長の河本さんが話してた話そのままだったんですよね。話の構成まで一緒だったんですよ。ダメちゃった。やっぱり面白い、お笑い芸人と一緒だなと思って思うんですね。いやあとですね、これもまだいいの？ちょっとテレビの話ですけど、これもまああのフジテレビの滑らない話、サマーズの大竹さんと話してた話ですね、あのロケでタイの偉いお坊さんのところに行った時の話で、こう数時間待ちのこう、まあ、参列者、参拝者がいて、それでまあそれぐらいの高層ですね、高い偉いお坊さんだったらしいんですけど、そのお坊さんがお昼休憩取るということで、一回こうあのその長蛇の列も一回休憩ですと、参拝っていうんですかね、が中断になったらしいんですよ。でその時に大竹さんがまあどんな偉いお坊さんかちょっと一目先に見てやろうと、お寺の裏に回ってお堂の中を覗き込んだんですね。お堂のど真ん中で縦膝ついてマックのハンバーガー食べてるんですよ。すごいなと思って。なんかすごくない？
他にもいますよ、まだ。うそ、おいしそう。これはですね、15年前ぐらいの深夜番組、見てた時に、まあ、深夜番組ですね、こういろんな面白い素人さん扱う番組だったんですね。でその時に、やっぱりそのお坊さんという人が来てですね、その方がまずもともと保険の外交員だったらしいんですよ。だけどですね、その外交員時代の先輩が稼げるという理由でお坊さんをやってると、でそのコネで修行なしでお坊さんになったっていう。やだ、すごくないですか。で番組ではお経を読むシーンもあったんですけど、まあひどいクオリティなんですよ、本当に。とにかく下手なんですよ、お経が。でですね、数珠は100均で買いましたって言いましたし、教本にはですね、会ったことのある有名人のサインとかがいっぱい書いてあるっていう。そして法事がない日は木製で得たお金でパチンコ三昧で、法要に行った先の未亡人とよからぬ関係になるなんていうのも二度や三度じゃないっていう話を。いや、してましたね。どうなの？あのね、もうそろそろやばくなってきた。そうだね、うん、ねえ、うん、私は、ね、別の番組でたくさんお坊さんとお会いしてますけどね、はい、なかなかお目にかかったことない。じゃあ僕だけかな。でも20年近く前のスポーツ新聞の広告でもですね、財気総理通信講座っていう広告が出てましたよ。すごくないですか、財気総理通信講座。ちょっとイメージが大変、これ大爆笑しましたね。で、まあ、うん、最終的にどうなるかというとですね、新北沢のですね、レコード屋さんで見たお坊さんがこちらですね。わかりますかね。はい、こちらですね。やだ、休日に下北沢の中古レコード屋さんでレコードをするそうなんですね。これさ、お坊さん今朝来たまま、はい、ある意味ユニフォームだよ ね、 そうね。レコードが入った段ボール箱を漁るという、うん、それを僕が裏から激写する、うん、でも悪いことじゃないんだよね。そうだよね。そうそう、お坊さんもね、人だからね、いろいろね、音楽の趣味がね、中古レコードの趣味があってもね、そう、だからお坊さんもね、ハードロック選んでました。すごいよね、それをね、一つのお坊さんってキーワードだけでね、拾い方がさ、本当だよね。すごい強烈だね、生で聞くと。強烈でしょ、ね、これがね、この後ね、聞いてくださいね、はい、この後ね、曲紹介しますけれども、ここがね、何をつなげてくることやらって感じなんですよ。今日のですね、バンドはどなたも知らないと思います、うん、ですが、バンド名を聞いていただくとですね、うん、バンド名が88カ所巡礼ということですね。はい、じゃあ88カ所巡礼、88カ所巡礼、行きましょう。絶妙シグマです。あります、あります。ロゴマークでプロジェクト、自慢のロゴのお披露目タイム、ここに込めた思い、そこに至るストーリー、成果や効果までご紹介するコーナーです。ではここからはマサ君どうぞ。はい、真面目に参ります。お二人は弁理士という資格ご存知ですか？資格、お名前は聞いたことあるんですが、詳しくは分かっていません。そうですよね、普通司業というと弁護士さんとか税理士さんとか、うん、行政書士さん、司法書士さん、うんうん、弁理士さん、弁理士という資格も実はありまして、名前しか知らない。はい、ね、でですね、例えばですけど、我々ロゴマークの仕事やってますが、ロゴマークの商標登録をしたいと思って、ロゴマークの、はい、なるほど、はい、あとはいろんなその機械のですね、特許を申請するとか、うんうんうん、それがまあ弁理士さんのお仕事なんですけども、今日はですね、その弁理士の先生、総陽国際特許事務所の山田マフト先生にお越しいただきました。こんにちは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ、さてさて、じゃあ早速ちょっとロゴマークの方からご覧いただきましょうか。はい、こちらがですね、総陽国際特許事務所さんのロゴマークになります。かっこいい、な、はい、なんだろう、宇宙的。そうですね、ちょっと先進的、技術的なところも感じさせつつ、うん、これ実はアルファベットの S をこうかなりこうダイナミックにですね、あ、本当だ、はい、すごい、はい、そしてこう周りを包むような形になってますね、真ん中の球体を包むような形になっているんですが、これはまあ特許や商標といった権利を表している、うん、その権利を守るというですね。なんかすごい空間表現がすごいね、はい、なんか真ん中にね、その S の文字の中に、はい、本当に真ん中に浮いてる感じ、はい、その球体が。そうですね、うん、はい、ということでこちらですね、うん、
そしてですね、まあ我々ビズアップはですね、お客様で商標登録したいよというお客様がいた場合は、実はこの商標を総理の国際特許事務所で山田先生にお願いしているという関係でもあります。なるほどね。ということで早速山田さん、まずは簡単な自己紹介をお願いします。あ、はい、赤坂で総理の国際特許事務所を経営しております、弁理士の山田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてさて、ということでちょっとですね、弁理士さんのお仕事を先に言ってしまいましたけれども、改めて、どんなお仕事内容なのかっていうのを話していただいてもよろしいですか。はい、聞きたい、はい、ですね、まあ、特許とか商標とかっていうのを緑地的財産権と呼ばれているんですけども、うん、その権利を取得するお手伝いをするのが主な仕事です。うん、まあ、例えばあの特許の場合ですと、はい、まあ、企業が新しい発明をした時に、うん、依頼を受けてその、特許を取得するためのお手伝いをいたします。まあ、特許を取得すると、あの20年間その発明品を独占することが、できるようになります。20年、そうです。他の会社は同じものを作っちゃダメ。あとはまあ商標権ですと、うん、まあ、サービス名とか商品名とか、うん、あとはロゴマークとかですね、うん、こういうのも、商標登録することで、うん、独占的に使用することができます。ああそうか、はい、意外なものが、うん、あれ特許の対象になったりとかするしたりもするんでしょうね。そうですね、例えばなんか今までのお仕事のこう事例というかですね、守秘義務もあると思うんですけど、お話しできる範囲も何かあれば。そうですね、はい、発明の内容までは詳しくは話せないんですけど、例えば、うん、まあ、自動車の部品の新しい構造だとか、うん、あとはちょっと変わったものですと簡易トイレとかですね、持ち運びできるようなそういうものも使っておったります。簡易トイレだと災害時とかですか。そうです、そういうものですね。あ、なるほどね。だから自動車なんかも自動車という発明ではなく、その自動車のそのパーツでまたいろんな権利がかかってるということなんですね。それぞれの部品ごとに権利があったり、あとは物だけじゃなくて製造方法とかにもその権利があったり、いろんなところに権利があったり、作り方ね、はい、あ、例えばさっきの簡易トイレとかだったら、製品になってなくても、ほら他にない新しい簡易トイレのアイデアがあったら、それでもそれでも権利になるんですか。権利になります。わ、いっぱいいろんな妄想があるんですけど、ぜひ何かじゃあご相談をしていただいてですね。いっぱい妄想がある人いるよ、ここの番組もね。あ、確かに。あ、クリスタルいっぱいあるよ。いっぱいありそうですね。いろんな全部権利化したい人がそうか、面白いですよね、いろんなお仕事があって。さてさて、ちょっとお仕事から話が飛ぶんですけども、うん、山田先生はとってもハスキーボイス。そう、言ってよかったの。はい、うん、とってもハスキーボイスだなと思って。聞きづらくてすいません。どうしたんですかって聞こうかなと思った。そうなんです、ぜひハスキーボイスの要言を教えて、はい、いただければと思うんですけど、あのよく酒焼けですかって聞かれるんですけどもそういうわけでもないですね。言っとかないで基本の親父ギャグみたいなのであの趣味がサーフィンで、はい、8年ほど前にこう喉に他の人のサーフボードの先端が刺さってしまって、そこがちょうど右の声帯だったので、右の声帯がちょっと動きづらくて、で、まあ、こんな感じになってしまったっていう意外があります。そうなんですよ、すごいですよね。山田さんがサーファーだったというのもそうそう衝撃すいません、あ、そうです、あの山田さんを今日ね、スーツでね、ビシッと決めて、ね、ちょっと短髪でね、なんか、その、なんかちょっとサーファーとはイメージが、そうです、方が、そのサーファーというところにちょっと今食いつきそうになりましたけど、でも大変だったですね。そうですね、でもそれこそ九州に一緒じゃないですか。そうですね、そのちょっと声がかすれたとかそういう話じゃなくて、そうですね、喉だったら、下手したら、頸動脈とかだったら、少しだったら、っていうふうに言われました。うわー、そうそうとするね。怖いですね。やっぱ救急車それで運ばれて、その救急車で運ばれて、意識はあったもん。意識はありました。はい、いやでもね、なんかいいですよね、ハスキーボイス。なんかこう、そうですね、元の声がどんなんだったかって気になりますけどねそうだね忘れない。でも先生の声聞いたらね、
でもとても落ち着いて、なんかこう、はい、そのこういう特許とかね、いろいろ相談するのに確かになんかこう、心が静まる、そう、なんか静かにっていうかね、なんか信頼感があるんですよね、うん、落ち着きがあると、うん、はい、素敵です。さてさて、その山田先生のこのハスキーボイスが先駆けではないということが分かったところでですね実はそうは言ってもお酒の武勇伝がすごいんですよね。そこか、いいですか、そうなんです。大体よく、まあ、一緒にお酒飲むんですけども、まあ、2時間3時間ぐらいしてるとですね、まあ、僕が名付けたんですけど、地蔵モードっていうのがありましてですね、ずっとライトさんって動かなくなるっていうモードに入るっていう地蔵地蔵仲間地蔵仲間僕もそのでも目にしたことがないですね、お酒の武勇伝をどうやらいっぱいお持ちということなので、今日はちょっといくつかご紹介していただこうかなと思ってますけど、いかがですか、どうですか。そうですね、あまり仕事から喋りたくないなと思って、喋れそうなものを喋れそうなものですか、あくまで喋れそうな喋れそうなものを厳選して。そうですね、朝起きたら足片足が動かなくなってたことがあって、はい、立ち上がれなくてですね、なんだろうと思って、見たんです、怪我でもしたのかなと思って見たんですけど、うん、そしたらこうズボンと間違えて T シャツを履いてたんですよ、ね、で私の首のところが大きな穴に入ってたから言いますけど、片方の足が腕の外に出てて無理やり履いたせいでちょっと血液が止まっちゃって気持ち悪くなっちゃってますね。確かに武勇伝すごいですね。そんなこともすごいですね。すごい まだあるんですか、ね、まだあるんですか、もうちょっと聞きたいな。そうですか、もうちょっと軽めので軽めので学生の時なんですけども、終電でちょ自分の駅まで帰って家探してたんですけど全然見つからなくてですね、酔っ払ってるせいもあって、で3時間ぐらい探したんですけども見つからなくて、だんだん酔い覚めてきて、そこで気づいたんですけども、あ、駅がこの自分の駅じゃなかった。はい、どうしちゃったんだろう。すごいですよね。そうですね。お酒飲むと細かいこと気にしなくなるのかな。本当ですよね。本当ね、なんだもんでしょ。私もですね。お仲間なんだから。自由だな、すごいですよね。でも自分の駅で気づかず降りちゃうまではいいんですけど、うん、3時間ぐらいうろうろするっていう、全く見たことのない景色でずっとうろうろしてやっと気づくわけです。自分の駅じゃないって。それでも飲むんだもんね、お酒飲む人ってね、懲りないんですよね。飲めないですね、本当に。懲りないでしょうね。でもね、楽しいもんね。私だけ飲まないからね、ここでね。あ、そうですね。飲めないですね。楽しいこといっぱいありますよね、今の山田先生の。そうですね、だから山田先生、これ話せない話はどの域に行くんだろうね。夜にして。さてさて、そんな山田さんなんですけども、ある特技をお持ちなんです。その特技から付けられたニックネームをぜひ教えてください。ニックネームから、ですね、私は何とも言ってないんですけども、はい、雨降らしって一部の人から言われてます。あら、そうですよ。花見の予定をですね、うん、山田さんに伝えると必ずその日が雨に。そして皆さん今日見てください、この天気。雨。なんか今日12日ぶりの雨ですよ、ニュースでやってたんですけど。すごいと思って、びっくりしましたね。だから、仲のいいうちわのですねメンバーで、うん、LINE のグループを作ってたんですけど、うん、そこに山田さんだけ入れずに、うん、花見の日程を組んだんですよ、うん、で当日に教えようって言ったんですけど、もう学習したんだ。やっぱり当日は、うん、別の花見で来れないって言ったんですよね。あ、雨です、本当にそうなんだ。ひどい、すごい、すごい特技なんですよ。いや、特許申請したわけです。ほんと、それこそなんかこっか思いすぎちゃうのかな、お天気のことを。そうなんでしょうね、うん、絶対偶然だと思うんですけど、ね、本当ですか。でも僕らそのね、経営者の会で一緒なんですけど、毎週木曜日やってるんですけど、うん、木曜日の雨率が半端ないんですよ、本当に。本物だ。もうこの1年2年ぐらいですよ、ね、私が入ってからです。あ、思い出した、それ一回伺ったことあるじゃないですか、はい、木曜日、はい、雨だったですよね。雨でした、うん、そう思い出した、すみません。いや、でもサーフィンやる方はいいんじゃないですか、少し
あ、お天気関係ないですね。そうですね、天気パリティもやるけどね、いい波があるのはね、はい、そうですよね。本当なんだ、そこがあるからじゃないですか。丸く収まった感じ。苦手の能力ですね。というわけで山田さん、最後にこんな話しといてなんですが、将来の目標なんかあれば教えてください。そうですね、自分の事務所を大きくして、うん、まあ、弁理士として、まあ、日本の産業の発達に貢献したいと思っています。すごい、素晴らしい。いやでもね、ほらいろんなアイデアとか、うん、そういったものをね、今までなかったもの、こんなのとかっていうことをね、やっぱ新しいアイデアをこう登録したりするわけでしょ、うん、でもすごくいいなと思ったのは、そういう突拍子もないアイデアをご相談するときに、うん、ね、あの飲み方といい、ね、突拍子もないことでこんなね、あの自由でね、遊びが分かる先生が、ね、こうちゃんと対応してくれると、そうですね、自分のなんか変なアイデアもいろいろ聞いてくれるかなっていう気がする。破天荒な先生に思っちゃったら、破天荒なアイデアを相談しやすいと、うん、素晴らしい。意外と身近なところでいろんな相談をしていいんですね、うん、あ、そうですね、もう、ね、主婦のアイデア、ね、そういうものも、うん、お相談していただければと思います。今だって、ね、みんながそういうチャンスってやっぱりあるから、そうなんだ、ね、T シャツ配置の先生ですから。本当ですね、履ける T シャツとか、履ける T シャツとかね、解説したらいいかもしれない。着れるし履けるとか、どうですか先生、特許いける、いいですね、いけますか。酔っ払い専用。すいません、言っちゃって。本当です。なんかうまくまとまった気がしますね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ロゴマークでプロジェクトのコーナーでした。では今日の2曲目ですね。はい、どうぞ。はい、今日の2曲目はお大悟でホーリー&ブライトです。そうだ、ご縁が、もうご縁がありますね、同世代シーズン。おもてなしおかみからのヒント、ヒント、特別なことだけじゃない、毎日できるおもてなしのヒント。嬉しいことって日常の中にもたくさんあるかもしれませんよ。ロイヤルです。リアルロイヤルだ。リアルロイヤルです。リアルロイヤルさん、いつも聞いてます。今日はね、あの前回はほら大原玲子のすごく少し愛して長く愛してるイメージで喋ったんですけど、うん、今回はちょっと若返りを図ろうかなと思って、20歳のエリちゃんのまだあの深谷エリタ頃のイメージでちょっと話そうと思ったんですよ最初の、うん、だけど今思うとね、その時の方がまあすごい大人っぽかった。あの私たちの世代ってすごいこう大学生なのにワンレンボディコンとかカツカツカツっていう時代だったんですよね。今から信じられないけど、そうだった、そうだった。だから今思うと、いやあの頃の方がすごい大人っぽかったなと思う、うん、あ、思うね。その当時のドラマとか見て、うん、なんか大人じゃんみたいな、大学生のね、うん、シーンとか見ると大人な感じですね。そうあの22歳になれば少しずつとかいう谷村新司の、うん、臆病者になるは私みたいな、うん、22歳でですよ。それからさ、今みんな大丈夫大丈夫みたいな、今臆病者になっちゃうけどさみたいな。そう考えるとそう、あの時の大人だった私はあれから30年、うん、何をやってたんだろう。そうだよね、何をしてたのかな。いやでもだんだん、うん、あれですか、今度は年とともにフレッシュになってきちゃうんじゃないですかね。そう、うん、だからなんか20歳ぐらいで考える今の年齢ってもう、うん、もうおばさんだし、ちょっと前だったら死んじゃってたぐらいね、うん、ね、ミッチナのビジネスマン現役の時ってカリッ、そうだから時代もそうだったと思う。今のね、この緩さな感じじゃないし、今の方がフレッシュになっちゃうんだよね。そうね、確かにね。だからなんかあの大人になるとだんだん物を知っていくのかなと思ってたんだけど、なんか今考えても世の中って知らないことがいっぱいっていうのが分かってくるのが大人かなみたいな。あもうね、永遠の二十歳よりももうさらに若返っちゃって、今も永遠の8歳児ぐらいの時から、自由ですよ。どんどん自由になるよね。どんどん自由。この前娘とね買い物に行ってたんですよ、うん、でちょっと時間がないっていうか、お惣菜をねちょっと、うん、
お出かけするんで、うん、まあ、手土産で持ってこうみたいな、うん、で時間がないから、うん、娘がじゃあさあの手分けして買おうよっていうので、いやでもさ迷子になっちゃったらどうすんのって私がリンさんがそしたらうちの娘がじゃあさ迷子センター行けばいいじゃんそうだねそれもありだよね推定50歳のケンちゃんが泣いてますって想像したらおかしくなっちゃったそれ呼び出されて呼び出されてなんかちょっとベーって泣いてる私みたいな、まあ、そんな自分が愛おしいみたいないやいやそうですよね、うん、何だってね、うん、あのエンさんね、このクリスタルのマスコットですから、マスコットですね、今マスコットがあるんですからマスコットですから、うん、もう大生徒さんと、そうそう生徒さんの妹さん、まあ、生徒さんは大体分かってるからいいんだけど、うん、妹さんは多分会ってびっくりみたいなお姉ちゃん大丈夫です、そうそう大丈夫ですよ、エンさん素敵な人ですからねねえ、あのゴールデンウィークはゴールデンウィークは、ハタ、うん、あ、ゴールデンウィークですか、うん、はい、ゴールデンウィークはお休みした松葉少しだけね、うん、放送がね、どうしてもねそうなんですね、あんまり関係ないんだよね、悲しいからね、この世界はね、曜日で動いてるから、そうですね、ちょっと合間にね、でも家族がね、みんな休みだから、うん、やっぱり普段はいないけど家にいるから、うん、ね、あのちょっと遊びに連れて行ったりとか、うん、それなんかあの、うん、お相撲のおじさまと名アナウンサーとね、はい、のツーショット写真が、うん、あったね。そうですね、はい、あの指示によりはい、こういう番組やってるぞと。いやーでも面白い、ご縁があって、あの、はい、うちの父もずっとこうもう若い時からこう町の相撲嵐みたいな、そうですよね、相撲大会に、じゃあ当時はなんか、うん、昔はねこたつが当たったりとか、それでまあ生計を立ててた、うん、そう、ずっとうち子供の頃から相撲で、なのでおじさまもねよく、あ、そうですね、うん、知ってると思う、まああのね、まあ身内ながら恐縮ですけど、いや実はね85って僕あのフェイスブックに書いたんですね、うん、じゃあフェイスブックやってんですよ、86じゃって言って若い、はい、コメント入るんですよ、若いね、はい、若いね、ね、だからちょうど ね、あれが出た時に、あの、うん、私たちはあの家族で箱根の山に行ってて、うん、でもそれこそみんなでお相撲さんみたいに太っちゃって、うん、帰ってきてちょうどね、ツーショットが出た時の朝かな、はい、たまたまあの朝稽古を、うん、あの見に行ってたんです、だからいろんな、あ、松葉パも相撲つながり、うん、そうですね、もう相撲はね、うん、小さい頃からね、うん、だから、うん、やっぱりこの辺りとか浅草とか両国とか、うん、もうすごい好きです、ねーねーこれね、面白かった、稀勢の里、うん、横綱ね、うん、だって全然それも知らなくて、で、あの娘とか両親と一緒に朝稽古に行ってね、うん、でやっぱひときわこうオーラが違うんですよね、貫禄が、それで娘がやっぱすごいねってこれ誰誰誰みたいな、そっか、乗ってる時って全然違うよね、ないから、なんかすごいお相撲さんがたくさんいらしたみたいでね、琴欧州、うんうん、っていう方も、うん、もうさ、お母さん全然分かんなかったよねみたいなこと後で娘が言うので、うん、どこにいたのって言ったらお母さんの隣に座ってたあ、そういえばでっかい外人いたなみたいな、なんかでっかい、それでずっと隣に外人さんが、でっかい外人さんがいたから見学してたのですごい、なんかこの人きっとお国からまあ出てきてね、地元で相撲教室とかやってて、なんか運よくご縁があってここに朝稽古見れてるんだ、よかったねこの外人さんと思ったんですよ、琴欧州さん、わかるよね普通ね、わかるよね、隣に行ってしかもさすがエリちゃん、お相撲部屋ででもそうやって、うんうん、あの結構見学とかはできる場所なんだ、まあ、ごくごく、うん、あの、うん、たまたまあの昔の、ま、若島津さんと高田水江さんがご夫妻があの相撲部屋を、ね、うん、持ってらして、その一門がその皆さんこうグループで来てもさ、お仲間がね、でそのそこのうちの父がだからその松金、ね、うん、親方のね、あの講演会長とかをしてる関係でこそっと便乗して入れさせていただいたんです、そうそう、結構そのね講演会とかね、ね、そういう絡みじゃないとなかなかやっぱり、ね、ものすごいマスコミの人がいっぱい来てたから、うん、そんなすごい人がいいのとか、あ、横綱いるんだのんき
大体だね。そうだけどみんなね箱根ですっごい太っちゃってたので、うん、やっぱお相撲さんと撮るとこうこっそりね、うん、あそびですか。いやいや箱根で食べて箱根で食べてお相撲さんになって帰ってきて相撲部屋行っちゃってそ, やそうですか。いやいやでもねなんかもうねエリさん見てるとね、うん、自由っていいでしょ、それでですね今日のテーマは、うん、あいよいよテーマにしましょう。今までフリー全部つながってるんですよ。長っ婚食婚食婚欲じゃないですよ、うん、大丈夫婚食、はい、あの魂の職業、うん、ああちょうどゴールデンウィーク中に、うん、私たちがすごくお世話になっている中野博夫さんという方がいらっしゃるんですよ、うん、で中野にねって書いて谷って書く博に弓って書く世界が100人の村だったら翻訳した方で、うん、検索していただくとたくさんご本とかもお出しになられている方なんですけど、うんうん、でその方のお宅にうちの娘と一緒にお邪魔させていただいていろんなお話をね、うん、伺って、うん、でその中でこれからの時代っていうのはそのこう10年20年とか100年200年のスパンじゃなくて2500年周期ぐらいで時代が今変革期にあるというお話を伺ってきて、でこれからはなんか、ね、王の時代と呼ばれるらしいんです。まあ、聞いてる方でもしかしたらもうすでに知ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけど、白いの王様のお手書く王の時代っていうの でそのキーワードは楽しく楽にっていう、あ楽しく楽にって言ってたそんな身に染みるよもうちょっとふっと今現実に戻りそうなスタジオの外の世界に戻りそうになって今スタジオに戻ってきた。すごい染みてんのついていくついていく。そう、うん、だけどねそれがほら今こうね、うん、ちょっと労働時間短くしてどの子のとか、うん、そういう意味での多分楽してとか、うん、のんびりしてっていう楽とか楽しいっていうことじゃないと思うんですよね、うんうん、ではなくって本当に自分に合った職業についてるかどうかっていうので、うん、全然違うじゃないですか。例えば私だったらおもてなしの料理教室とかやってるので、まあ、40人も50人も料理作っても楽しいから楽なんですよ、うん、でもこれ料理しない人から見たらすごい大変な作業になるわけだし、うん、今度逆にそういう、こうパソコンとかね得意な人がいいけどそれ苦手な人からしたらものすごい大変なことになっちゃうし、だからやっぱこれからの時代っていうのは自分が本当に楽しいっていうようなことについた人っていうのはやっぱ幸せになってるなっていうことね。そうですね、仕事感が変わりそうな気配をもうすごく感じるよ ね、 よね今までこれまでのね。そうですね、うん、だからやっぱりこうオーラの強い人とかっていうけどよくよく見るとやっぱりそのさっき の、 横綱もそうですけど、やっぱその人がその人らしく輝いてる時っていうのはやっぱりオーラも強くなるし、でなんかその横綱 の、 そのまあすごい稽古を見ててね、なんかああやっぱ本職ってこういうことかって思ったのが、ただ苦しい辛いとかじゃなくて時々ね、なんかニヤッとこうなんかうわ楽しそうっていうね、なんかこうなんていう生命エネルギー的に楽しんでるなっていうのがやっぱり横綱は伝わってくるんですよ。でも他の方はなんかこう苦しそう大変そうってなさってるから、なんかそういうのからやっぱり本当に自分の好きなことを見つけた人勝ちだなっていう。ね、そうかもね、うん、能力だけとかこうスキルがあるからとかさ、うん、なんかそこだけだと限界があるんだよね。そうですよね、何の世界でもさ、ね、そこ、うん、そこそこいけるんだけど、そうですね、でも、うん、いろんな世界でやっぱり突き抜けていった人っていうのは、うん、そこじゃないんだよ ね、 そ、 うですよね、そこだけが欠けてるからじゃなくて、そうですよね、うん、だからなんかまあもしかしたらこう生まれながらにしてね、なんかその生まれた環境だったりとか姿形もあるかもしれないし、うん、経験したり出会った人かもしれないし、うん、なんかそういった中に実はそういう、こう自分の婚食のヒントがあったりするのかなと思って、うん、いやこんないい話にすごく納得しちゃった。そうですよ、すごく納得した。まだお相撲さんになってるだけじゃないんですよ、うん、ただ箱根に行ってたんですね。箱根に行ってたんじゃないんです。なんかいいな箱根とか思うんだから写真見てました。箱根もね、なんかね皆さんご一緒できたら楽しいなと、ねね、だからそれぞれ皆さん多分ここにいらっしゃる方は、うん、もうそれこそそういう婚食に出会ってる人たち、うん、あね、確かにね、うんうん、そうだよね、いろいろあるけどラジオ楽しいしね。そうよ、自分の世界に行くみたいな。いいお話だったわ。あ、本当本当、ね、いいお話でした。だから皆さんがね、
ね、うん、まあ、ぜひあの自分の好色を見つけていただいて、はい、ね、あの楽しい、そういう意味での楽しさとか、はい、まあ、楽だったりとかっていうものを見つけていただくといいかなというふうに、そうですね、いやいや、ね、じゃあそこでも最後、あの、はい、インフォメーションなどを、はい、またまた毎回ね、4日と16日は、うん、ET 会という勉強会で交流会をやっておりますし、はい、またあの今日も生徒さん来てくれてますけれども、ね、STA というね、まあ、あのおもてなしとか学ぶのことではあるんですけれども、うん、でもやっぱり自分の進むべき道みたいなものをなんか見つける会だったりとか、うん、ね、そうね、私が教えるっていうよりはなんかその人の良さをこう引き出すようなそういう場所なのでね、うん、あのご興味ある方はぜひ連絡をいただければと。はい、今日キリンおかみがいなくて寂しい、ご出張中でね、そうですね、ねーねーバラいじってると思いますよ。はい、はい、おもてなしおかみからのヒント、ね、小田恵里さんのコーナーでした。ありがとうございました。では3曲目いきましょう。今日はですね、アニメ映画この世界の片隅にからです、はい、主題歌のコトリンゴで悲しくてやりきれない。さあ今日のクリスタルシャワー、あなたにとってお役に立つ情報はありましたか？水曜日もクリスタル、ハートフルメンバーがお届けする素敵情報、キャッチしてくださいませ。次の番組は大江戸ワイドスーパーアフタヌーン、亀戸にありますアンフェディシオンスタジオからの放送です。映像は毎週ブログやフェイスブックに掲載しますので、そちらもお楽しみください。チームクリスタルのすべての情報はクリスタルのホームページ、カタカナでクリスタルレインボークラブ .com をご覧ください。お楽しみが盛りだくさんですよ。はいはい、あっという間に、ね、はい、こんな感じで進行しますけれども、楽しかった、はい、ね、嬉しかったです。嬉しかった。リアルシャワーに参加できて、ちょっとでも喋りすぎて、あの人は今のコーナーちょっと忘れちまったんです。私思った。あの人は今のコーナーをね、忘れたよね。忘れましたね、うん、そうだよね。俺はね、今日ね、うん、いいことわざ用意してたんだよね。言うだけ言っとこうか、はい、うん、あのね、今日は今の生き方が気になった時にという時のことわざで、うん、50にして49年の日を知る。今日ね、ちょうどタイミングがね、タイムリーな人が来てたんでね、もう絶対これ言おうと思ってさ、もうエンディング来てたなっていう感じで ね、 ね、 ね、まだまだとだよね、うん、そう、今からスタートを切るための49年でしたよっていうことなんですね。これ昔からあることわざだから、昔ってもっと寿命短かったじゃない。そうだよね。だからそれ人生50年の時代だった。そうだけど、すごく古くからあるんだよこういうことわざが。なんかそういうのはやっぱり今必要だから拾うのよね、きっとね。そうだね、ね、そうだって今日のことわざ何にしようと思っていつもさ、目をつぶってさ、パッと開くわけよ。それいきなりこれが目に入ってさ、うん、いつもそんなんで決めてます。やりなさいっていうこと。私はもう本当に今日は楽しませていただいて。そうですか、ね、どうですか、新鮮ですねやっぱり ね、 ね、うん、たまにみんな遊びに来てよ。そうだね、そうそう、うちの、あ、マスターこれあの一回だけいいですか。いいよ、一回だけマスターに来て、うん、許す。変なかぶり物してその辺に座ってたのテラスのところイエローカードとレッドカード持ったの。退場退場させられる、いざという時はね。楽しゅうございました。ありがとうございましたという感じですけれども、ね、あのね、やっぱりこの水曜日、はい、このシャワーの24っていうのはね、毎回ね、こんな感じゆるーっとね、意外とファン多いんですよ。本当ですか、ありがとうございます。私みたいにこっそり一人で聞いてる人とか多いんだよ。もともとね、うん、あれですね、その大人の、うん、大人の部活から始まってますからね。そうですね、はい、そう、これからもぜひ弾けてくださいませ、はいはい、大人の放送部として、ね、大人の放送部としてね、いやし、公共データを使って、ね、ね、こんな自由なことをやってる大人がいてもいいじゃないかということで、いいと思います、はい、そうですよね。それどうですか、まさくんも、んどうですかね、まさくんも、何がですか、何がですか。まあ、俺たちここがもう唯一の楽しみだね。そうですそうです、うん、もうあれです、リハビリ施設。なんなの本当に。日頃の2週間分のこうあれをリハビリしに来てる。デトックスしに来てるの、ね、困るわ。あ、ね、時々オオカミと交代して、はい、ね、そうですよね、そうそう、リフレッシュしていただかないと、オオカミも、そうですね、僕らのね、こうそうよ、そう、いろんなもん出してるでしょ。そうだからね、ふっとね、
もしかしたら、うん、今日は今までマサが言い過ぎたんじゃないかなでもうマサ、マサの基地がもうごめんとかって言われたのかなと思ったりしてもうしんどいなないね、そうバラをねまだしんどいバラのお世話が大変だということでねそれはバラの方がいいよねそうだ確かに受け止めきれない受け止めきれない受け止めて多分聞いてるよねこれ受け止めて聞いてますよ求められてますよそうですよねはいはいまた次回はね佐藤君が参上してそうですねしますので、はい、よろしくお願いしてくださいませ、はい、よろしくお願いいたしますいろいろなアイデアやクリエイティブ感をプラスすることで存在価値の化学反応が止まらない面白い展開も次々起こります。大人だからできる自由だってあるはずなんです。アイマン大募集番組への参加応援大歓迎です。メンバー一同心よりお待ちしています。見逃してはならないクリスタルシャワー下町スピリット、リンクしてシェアしてコラボレーション。そっか合言葉とかなんだよね面白いこのズレ感が3人をとってもらわないちょっと大急ぎでこちらこちらこちらこっちでねもうちょっとスリーがないのでなかなか静かに行くよ知っているイエーイもう一回やります景色が広がるかもう一回思い描くよ土もありがとうございます機械をちょっと確認してエリさんミッチーナもあんまりなくないないねそうですね通称でいうそこのねじゃあそうそうそう光栄です。いや光栄ですすごいですね1歳違いって誕生日一緒ですすごいここ同級生だね全然でも違うよねなんか出来上がり具合が出来上がり具合はいあいいな。なんかシャワー2音ないみたいな本当もう一枚いきます。はいどうぞ。あ、なんか新鮮同じ50年出すと全然雰囲気が違う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